嵐が訪れようとしている。空位となった帝国の玉座を大気が戦の気配で満たされる。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。時に第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。意識はある？ああ、それはよかった。そこにいたの？さあ立って。魔法による移動が胃腸に負担をかけるのは知っている。ちょっと休憩して息を整えて。わかった。バルフィエラ島よ、ティレニ家の故郷。散らかっていてごめんなさい。私たちは礼儀を誇りにしているけど、今は状況が異常なの。あなたが自分や他の人々を傷つけないようにしないといけないの。何が起きているのかを知ったら、すぐ脱出しようとは思わなくなるかもしれない。あなたはポータルを使ってシャゼルというデイドラの獣と一緒に来た。あれは私たちのゴーレムを支配して島に解き放ったの。解放したらシャゼルを止めるのに協力してくれる？賢い選択ね。少し待って。ほら、これで扉が開くわ。準備ができたらついてきて。そこにいたの？春のコオロギみたいに自由ね。約束は守ってよ。あそこでは協力が必要。それは間違いない。私の名はノリアンウェイ、ディレニ家の者よ。会えて光栄よ。キーライトのギャラリーという場所に向かっている。でもまずはあなたが自分の身を守れるかが知りたい。アービスを突き抜け、耳から地面に激突したんだから。少し弱っているでしょうし、武器を探して、それから少し休息を取りましょう。いい？どうぞ。全部素直に答えると約束はできないけど、可能な限り正直に答えるわ。キーライトのギャラリーはバルフィエラ島にある古代の地下建造物。私たちが来るずっと前に建設されたの。扉が大量にあるせいよ。ギャラリーは古代の扉だらけで、タムリエル各地やその先にあるアルケインの場所につながっている。門が突然起動して裂け目が開いた。あなたはその門一つから出てきたの。あのデイドラ、シャゼルは別の裂け目から現れたわ。春芽の呪文を唱えてあなたを拾い、足が動く限り急いで逃げてきた。デイドラの罵声と何かの爆発音が聞こえたけど、後ろは振り返らなかったわ。ギャラリーがまだ立っているといいんだけど。わからないと言ったら怒る？私たちディレニ家は慎重なの。だからバルフィエラ島には多くの防衛設備がある。魔法の石のガーディアンが神聖な地の多くを守っているんだけど、あのデイドラは何かの手を使って
ガーディアンを私たちに敵対させた。どうしても勉強した時の記憶が確かなら、あれは収穫者、魂とマジカを食らう巨大な蛇のような生物。もしあれがギャラリーの力を飲み込む方法を見つけたら、私たちは深刻な問題に直面することになる。無責任なことはしていないわ。そういう意味で聞いているならね。私はディレニ家の情報ギルド、シンデリルの一員。密偵というより学者だけどね。私はギャラリーである調査をしていたんだけど、そこで、いきなりあなたとあの怪物が現れた。ギャラリーはずっとギルドにとって特別な関心の的だった。けれど、その仕組みは解明できなかったの。危険はあっても、これは私たちにとって史上最大の発見よ。あれを制御さえできれば、ギルドマスターは大喜びするわ。杖や大斧のような大型武器は両手で扱う必要がある。小型武器は同時に盾を持つことも、もう一本小型武器を持つこともできるわ。武器をそのままにしてはダメ。装備して。それが済んだらこのクモの巣を出る手伝いをする。あなたに合うと思うわ。気が変わったらいつでも別の武器を使ってみて。さあ、練習場所を見つけましょう。ここでいいでしょう。さあ、武器を準、ダンスパートナーを出すわ。始めましょう。いいわ。さすがね。うまいわ。次は、いいわ。準備して、棒、今よ、この隙に攻撃。それでいいわ。防御して、強力な攻撃を。天才ね。守って、重攻撃よ。一部の敵は拘束してくるわ。抜け出して。逃れたわね。もう一度よ。もう止められないわね。準備して。さすが私が見込んだ戦士ね。攻撃される前にもう一度チャンスを逃さず、重攻、強力な一撃。
攻撃を妨害して。お見事。もう一度攻撃を止めて。敵が攻撃の準備をしているときに叩いて。さあ破壊して。お見事。少し離しましょう。その腕ならデイドラも歯が立たないわ。さあ出発の準備はできたわね。キーライトのギャラリーへ。この遺跡から出てさっき言ったゴーレムだらけの広い場所を通り抜けないと。運が良ければゴーレムをすり抜けていけるはず。でも私はあまり運が良くないの。先に謝っておくわ。そうね、まずは扉が一つあるわ。無数の扉の最初の一つ。ギャラリーに行く唯一の道はある謎の扉を通ること。その最初の扉を抜けたら巨大な宝物庫に入る。私が一番心配なのはそこなの。全ての問題の元凶であるデイドラの怪物シャゼルはあそこを巣にしている可能性がある。だから戦いになる覚悟をしておいて。確かなことは言えないけど、異界の怪物を世界から排除して悪いことはないでしょ。奴の影響はしばらく残留するかもしれないけど、そのうちゴーレムたちは正常に戻るはずよ。多分ね。
たゴーレムよ。こっそり通り過ぎましょう。
すぐよ。行きましょう。さて、キーライトのギャラリーへの入り口はここの東よ。行きましょう。ライトのギャラリーはこの中。入りましょう。ちょっと心配。イェフレの骨にかけて、あなたが通ってきたポータルが作ったマジカの流れ、あれがこのスカイシャードを砕いた。機能しているスカイシャードがなければ、この門は閉ざされたまま。どうやっても先に進めない。まったく。不従軍一式と最先端の流星強化理論の知識がない限りは無理ね。どうにもならないわ。替えを見つけるしかない。ここからすぐ南の宝物庫で数日前一つ見かけた。でも島の中でも強力なゴーレムがすぐ隣にいたわ。通常なら別の場所を探すべきだけど、状況を考えると危険を冒すしかないと思う。もちろんでも手短にね。巨大な流星ガラスの塊よ。
エセリウスから落ちてきたもので、とても強力な聖のマジカが込められている。魔術師はスカイシャードを様々な儀式や実験に使うの。私たちディレにはあれを動力源として利用しているわ。ガーゴイルと呼ばれる巨大なセンチネルよ。あれが戦うのは見たことないけれど、全ての点で私たちがこれまで相手したどのゴーレムよりはるかに強力だわ。